山梨県の一宮浅間神社ですね、行きました、駐車場はね、いくつかあるので、本当になんかお祭りがある時以外はちゃんと来れると思います。山門がありまして、飲みがないと思って大きいですね。お拙者もね、境内拙者と境内外拙者があって、あの遠いところはちょっと結構山の奥の日あります。骨格骨格言えば弱いな、薬余計今とかありますけど、まあ、一番はね、多分な、祈祷された方がいいと思います。この三上の井戸というところがあります。ちょっと待っていただきたいと思います。奥にあるのが、神楽です。ちょっと。江戸参りというのが向こうにあるみたいですね。ちょっとそれもまた後で行きたいと思います。多分ね、本来の通りはこれだと思うんですよ。木の通りですが、昔ながらの通りがあって、こう来て、でこうかなっていう感じがするんですけどね。まあ、昔とね、いろいろと向こうが国道20号線沿いなんでそっちの方が行きやすいんでしょうけどね、この子供の小餅石、子供なんかこう持ってるような感じ見えるでしょうね。大黒様福の神様か分かりますね。じゃあ本で参拝していきたいと思います。先ほどねちょっと参拝してらっしゃる方がいたんで申し訳ないなと思って後にしました。今彫刻があり、石の宮と、お祭神はあの浅間神社、浅間神社とか浅間神社とか両方の読み方するんですけど、ここは浅間神社ですね。この花咲夜姫を祀って二礼二拍手一礼でお願いしますという形です。